そう、冬のね、ちょっとあの、僕の家で起きた事件や、じいさんはやっぱり、気にしてらっしゃって。いまだに。ああ、あれはいいネタだなと思いながら、ね。いいネタなんだ、やっぱり。うわぁ、いいネタですよ。まあ、何人もの人間を風に追い込んだ、あの、うん、あの、実際会ったことが一番面白いんだよ。はい。まあ、確かにね。俺はまあ翌日の朝なんかもっと地獄見てたんだからね。ごめんなさい。あれはね、あのね、俺が、だから、あれですよね、僕の部屋ってユニットバスなんですよ。知らない人にあの説明しますと。なんか前から言ってたね。そう、オフ会の時にみんなで僕の部屋泊まったんです。男何人ぐらいで4、5、6人の泊まりましたよね。うん、まあ、え、4人じゃなかった？いや、え、どうだったかな。え、だって、うかたん、うかたん、新谷さんと、梅さんと、梅様とおじいさんと俺か。あ、そうか、4人か。あ、じゃあ4人だ、あの時は。そうだ、そうだ、そうだ。うん。それで、僕が最初ちょっと朝シャンしてたんですよね。うん。そう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 。で、結構ドア閉め切ってたもんだから、ユニットバスなんでトイレも使えないわけですよ。そしたら、もうね、僕が朝、もう、危ない状態になってしまって、うん。やばい！もう、あ、もう、お尻の線がもう緩んでしまうみたいな状態になって、うん、でもう耐えられん、もううかくなんか風呂入ってる、いいや、ガチャって開けたらあのトイレの蓋をしてあって、その上に着替えが置いてあって、これで無理じゃないか、ガチャって、もうここ漏らそうかななんて思いながらね、うん、思いながら、あ、そうや、近くにコンビニがあったっつって、うん、もうあの死ぬ思いで上がっていって、で、坂があったんですよ。さっと入って、もう、うん、はぁ、ここ、押しないかなって言って、はぁ、っていう状態。それで、僕が、なんか、はぁ、さっぱりしちゃって、シャワーから出て、外出たら、新谷さんが、じいさんが血相変えて、外出てったよって。うん、何って言ったら、じいさん帰ってきたら、じいさんちょっとじとめなんだよね。じとめなんですよ。うん、何風呂使ってんだよ、思って。いや、ちょっと寝癖とか直すんで、みたいな言ったら、じいさん、言い訳すなーみたいな、すっごい。そんな、事件があったりなんかして。